道人身事故ニュース速報です。2021年8月20日22時14分ごろ、武蔵野線の新松戸駅から新八柱駅で人身事故が発生した模様です。武蔵野線での人身事故は今年6件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。